キリス県はトルコ南部南東アナトリア地方の県。北をカズイアンテプに南をシリアに挟まれている。この地には4000年前中期制度時代頃から人が存在した跡がある。この県はフルリ人、アッシリア帝国、ヒッタイト帝国、ペルシア帝国、マケドニア、ローマ帝国、オスマン帝国などの様々な国に支配された。 キリスはもともとガズイアンテプ県の南部であったが、1994年に分割されてキリス県になった。県とであるキリス市はこの県の人口のおよそ67%を占めており、その他の町や村は小さいものが多い。歴史的な場所の多くはモスクや古城などである。ヘレニズム期から中世まで存在した都市キュロスの遺跡はキリス市の近郊にある。キリスは トロス山脈の南陸に位置しており、シリア平野北端部のには、ユーフラテス川が流れている。この地域は農耕に非常に適しており、小さな川によって水が供給され、キリスの68%の土地は農業開発されている。ブドウの生産がトルコ全体の4%である。その他、重要な農業生産品は、オリーブ、フルーツ、小麦、大麦、タバコなどである。 海から60から80キロメートルの距離があるが、領域の多くは地中海性気候に覆われている。冬は冷たく、雨が多く降り、春と秋は暖かく、夏は暑い。冬の平均気温は4摂氏7度であり、夏は摂氏25度を割ることは少ない。シリア国境と接しており、シリアの都市、アレッポまで道が続いている。ありがとうございます。